今回は秘密基地という名の雀荘で撃ってきました。印象に残る名前の雀荘で、E マンと Q マンが抜けるアリアリの3人麻雀のお店です。麻雀の面白さの一つに、ルールによる適用があると僕は思うんですよ。雀荘は全国にたくさんあります。統一されてなくて毎回微妙に違うんですね。その最適戦略を考えるっていうのも、雀士の腕の見せ所の一つかなと。三人麻雀で、マンズが抜けると、展開が早くなります。複合系になりやすくて、E マン、Q マンを統一やアンコで持ってる時の抜き時や、先制された時の立ち回りなんかも、判断が面白くなります。お店の方と、二半ちゃん勝負してきました。それでは実際にどんな対局なのか、動画の方をどうぞ。亀戸に雀荘の秘密基地があるそうなんですよ。それで今総武線降り立ちました。亀戸の地に唯一の三人麻雀がオープンしたという情報を聞きつけまして、今から潜入調査していきます。到着しました。三人麻雀秘密基地です。ここにあります。それでは今から秘密基地に潜入します。一体どんなお店なのかドキドキしております。よし、あ、なんか階段になってますね。上がっていきましょう。よし、着きました。こんにちは。すいません、お願いします。オーナーの秋元さんと店長の絹川さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。今からですね、この秘密基地でお店の方2人と対戦します。三半ちゃん勝負。あ、でもそんなお客さんじゃできないか。そうですね、まあ車で勝負、はい、車で勝負で、はい、やりましょう。お店のルール簡単にご説明しますね。三人うちの、はい、関東三馬のありありになっております。一番特殊なところなんですけど、はい、当店マンズを抜いて、はい、ガリーみたいな感じで抜いていくことができます。ワンパイとかなくて、その山の方から引いていくような形で進行していっております。花牌がこちら、4枚入っています。特徴的なのは金ですね。赤が2枚と金が2枚入ってて、 E マン、Q マン、花牌に金が入ってます。面前でも内でも1枚。はい、そうです。この秋にポッチが入ってて、リーチを積もってくるといつでも上がり牌になる。はい、ちゃんたと純ちゃん本郎党の方を優遇させていただいておりまして、はい、倍のファン数になっているような感じになってます。オープンリーチがありで手牌全開きの2000点で、三風三連行あり、勝者人ありで、特殊役番が流し連邦数連行大車輪とバンズの本一です。オーナーにお店のことをお伺いしてもいいですか。あっと、このお店で楽しく遊んでいただけるようなルールにもなっておりますので、はいはい、ご新規様もぜひ常連さんになっていただけたらなっていうような感じです。どうぞよろしくお願いします。何か新規様って特典あるんですか。ご新規様特典で、来ていただいてから2回目以降に、はい、ハーフバックとフルバックをそれぞれご用意してございますので、お得に遊んでいただけるかなっていう仕様になってます。亀戸駅から肉の花さん右に曲がるのが最短なんですかね。そうですね、はい、花さん曲がっていただいて、1本目はすぐ左曲がっていただければ、はい、徒歩2分ぐらいで着くようなお店になってますね。お店、なんでオープンしようと思ったんですか。個人的な趣味っていうのと、はい、店長の方が東京来てやってくれるっていう形でしたので、はい、あのタイミングもあったので、まあ、いいかなと思って始めさせていただいた感じですね。ありがとうございます。では今からの3人で、対戦します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それではこれより対局の解説をお送りします。お店の方と二半ちゃん勝負しました。上茶がオーナーで、下茶が店長です。当院局はなんちゃスタートでドラが2ピン、マンズを抜いて積も山から補充します。E マン、Q マンが抜き牌で、ワンパイはありません。E マン、Q マンは抜いてもドラにはならず、手牌で使うことも、切ることもできます。抜かれた場合には、ポンすることができます。ドラを積もって、両面の受け入れができました。ペンチーピンの受けができて、手牌にピンズが10枚です。染め手を見て進みます。ローソーが重なって、単野を意識して打ち寄せます。ピンズのペンチャンを払っていきます。そして、あんこができて、イーシャンテン。両面とカンチャンのイーシャンテンです。自順に数ピンを積もって、テンパイ。イーペイコーが確定です。関数総待ちで、ダマにします。リーチ後、オールマイティの牌は抜かれていて、待ちが良くなる変化があります。ソーズのカンチャンが縦に重なれば、イーペイコーの変則3面チャンと、4枚使いチートイツのローソー短期で、4面チャンになります。この局は、ダマにしていると、数層で上がることができました。タンヤオイーペイコードラさん。手牌に金が2枚あって、マンガンの2枚の上がりです。トン2曲、親番中でドラがローピン。花を抜いて、両面抜けができて、自牌を切って進めていきます。手牌は5ブロック揃っていて、金とドラがあります。
4つ目の統一ができて、両面を先に固定。ピンズのメンツが完成して、いいシャンテンです。両面と、カンちゃんとシャンポンの受け入れ。いいシャンテンになったところで、リーチが入ります。リーチの一発目に、両面ターツができて、現物のシャの統一と称して、いいシャンテンをキープします。両面のピンフのいいシャンテンで、ウーソーが二度受けの形です。自順も自敗を並びます。9万はまだリーチに対しては通っていません。ションパイで放出する可能性はあります。強気に行くならこの段階で9万抜きです。先制リーチが入っている状態で慎重に回りました。そして、想像のメンツが完成して転敗しました。9万を抜きます。ウッパー層で追いかけリーチ、メンピンドラさんの漫画の両面転敗です。リーチの一発目に9万を抜いて、そのままつもぎりします。この曲は店長が金運層をつまがり、同じテンパイを引き分けました。リーズも赤金おもうら、4000、8000の2枚オールの流れです。親が流れて、トン3曲、シャーチャでドナがいい層を、後輩パイです。3面ツ完成していて、手牌には金と花があります。1巡目に花を抜いて、自牌を切り進めてスタートします。2枚切りの自牌を切ります。数牌のイーピンイーソーのくっつぎ目を見ました。想像の形が伸びていいシャンテンです。ウッパー層の両面の受け入れができました。ジャン島の確定していないいいシャンテン。ドラのイーソーにくっついてペンチャンターツができます。これで縦に重なっても転敗する形です。一通や単品イーペイコーの可能性があります。9層積もるとペン3層の一通転敗です。ピンズの形が連続形になっていいシャンテンの選択です。3ピンをそのまま積もぎりすれば、想像がすべて転敗の26枚。ですが、ここは、イーソーを切って、タンヤオと転敗した時の量形を意識しました。イーソー切りは、8種24枚で転敗します。見た目枚数は2枚の差です。そして、想像のメンツが完成して、リーチをかけます。イーペイコーが完成しました。メンタンイーペイコー、キンキン花の12000点が確定している、ノベタンのリーチ。すると、同順に追いかけリーチが入ります。自順に親からも追いかけが入って3件リーチとなりました。親は追いかけのオープンリーチです。2件リーチに対して通ってない赤ウーピンを勝負して追いかけのオープン。するとすぐに数ピンが切られました。メンピンオープン一発キンキンドラ18000点の3枚の横移動です。トーン3曲1本場、シャーチャでドラがトーン。イーマン9万と花を抜きます。金のイーマンはドラになり上がれば1枚です。手牌は2面つできています。ピンズでカンチャンの受けができて、自牌を整理していきます。ターツが足りていなく、孤立牌を残して自牌を並べます。イーシャンテンになって、受ける優先でドラ切り。カンチャンが2つのイーシャンテン。すると、親にポンが入ります。ダブトンのポンです。ソーズが重なって、両面とカンチャンのイーシャンテン。カンちゃんが先に生まればピンフの転敗です。チーソーにポンが入って、親が二フーロー目。リーチも入り挟まれます。リーチと仕掛けに対して安全度の高い牌を抜いて、折りに回ります。リーチの川に金ウーピンがあって、親の現物でもあります。3ピンを抜いてイーシャンテンをキープ。自順に親が通したイーソーの統一落とし。通ったばかりのローピンを汗打ちします。ソーズが重なって、現物を切ります。ペンチャンターツができて、振り点があるイーシャンテン。中袋の形になって、現物のターツを落としていきます。スーソーリャンゾは2枚とも親が通しています。マンズを抜いて、転敗しましたが、チーピンはリーチと仕掛けに対して通っていません。想像の問い落としで回っていきます。ピンズが重なって、イーシャンテンの受け入れが広くなります。そして終盤に転敗しました。振り点の転敗です。川にスーピンを並べています。イーピンを切って振り点のダマにします。そして、最後のツボに、リャンピンを引くことができました。ツモドラ4です。3000、5000は4000、6000の2枚オールです。リーチと仕掛けを交わして難入となります。4万4000点持ちの2着目で、店長が5万4000点のトップです。手牌を開けると、ソーズと自牌がたくさんあります。E ピンから打って本一を意識します。手牌は1面ず完成していて、自牌の統一が2つ。2巡目にダブナンが重なりました。本一のターツが揃ってリアンシャンテン。つも言いそうで4つ目の統一です。チュンからポンして泣いて進めていきます。泣いた後すぐにダブナンをポンすることができました。シャンポンの転敗に取ります。ダブナン、チュン、本一、赤ドラ。
イーソートペイのシャンポン待ちで、ペイで上がれば倍満になります。リーチが入って、一発目にチーピンを勝負すると、宝珠となりました。リーチ一発ドラヨンで、18000の2枚の宝珠です。難易極一本場、なんちゃれドラが嘘、八王中杯が多く、重たい手配です。マンズを抜いて、イーソーから切って、ピンズの本質も見ました。チュンが重なって、三つ目の統一です。厄介なので、ポンしても上がることができます。ソーズが重なって、チートイツのニャンシャンテン。ピンズのカンチャンが埋まって一メンツ完成。まとまってきました。五つ目の統一で、チートイツのインシャンテンに受けます。そして七巡目に、チートイツのテンパイをしました。ど真ん中の金ウーピンよりも、ヤオチューハイの E ピン狙いです。リーチチートイ金の E ピン短期でリーチをかけます。金の9万を抜いています。するとすぐに追いかけが入って、二軒リーチとなります。二軒リーチの一発目に、親がパースをポンします。この局は、親が勝負した E ピンで上がることができました。リーチチートイツ金。裏をめくると、ローピンが2枚になりました。リーチチートイ金裏裏。12000は、一本場で13000の3枚の上がりです。上がって親番を迎えます。難二局。ドラは3増。4万点持ちの2着目です。トップの店長とは13000点差。手配は、厄介の統一が2つあります。1巡目に、トンからポンして、役を確定させます。ソーズのメンツが完成しました。リャンゾは不要牌ですが、ターツができた時に、ソーズの本一に染めることができます。5巡目に、トップ目の店長からリーチが入ります。一発目は、ピンズが重なって、現物を切ります。この局は店長が、リーチ後オールマイティとなる、花灰の秋を一発で積も。裏ドラをめくると、E マンが眠っていました。9万が、裏ドラとなります。面ピン一発積も、金、金、金、花、裏、裏、裏。11本折れて、3倍満。8000、1万6000の上がりで、チップが、一発、ポッチ、金3、裏3で、8枚折れの強烈な上がりです。オーラスとなります。2万4000点持ちの2着目で、先ほどの3倍満のお役かぶりにより、トップ目とは5万点以上離れています。赤嘘を積もって、ソーズのメンツが完成。2着狙いで進めていきます。4巡目に、トップ目の親から先制リーチが入ります。そして、追いかけリーチ宣言牌の急走で上がりとなりました。役はリーチで2000点の横移動。初戦は店長が7万9000点のトップ。堀内は2万4000点の2着で終了となりました。2戦目は親番スタートでドラがチーソーです。マンズを抜いて自敗から切って進めていきます。7巡目に初を一泣きしてテンパイに取ります。イーシャンテンを崩しての本一には寄せずペンサンゾに受けます。初ドラ1の3000点のテンパイ。ドラをそのままつもぎりします。リャンゾをそのままつもぎり。この局はリーチが入りますが、ペン3増でそのまま押して上がり切ることができました。初ドラ1で3000の加点です。トーン1局の一本場は、マンガンが確定している店長の仕掛けに慎重に回ります。終盤に店長が積もって、厄介ドラ7で倍満の一本場の上がりです。トーン2局、シャーチャでドラが9万。花とマンズを抜いて進めていきます。手配はイーシャンテンです。三面ちゃんとカンちゃんのイーシャンテン。ウーソーを積もって、縦の受け入れを残します。ソーズが重なって、カンチャンを払って、タンヤをつけました。ソーズが重なって、E ペイコーやチートイツの可能性もあります。親からリーチが入った一発目に、パーソーをポンして勝負します。サブローソー待ちで追いつきました。タンヤを赤金花々の漫画のリアメのテンパイです。しかし、この曲は、店長がカンサンズを積も、リーズもドラがいっぱいで、親の倍満です。12000オールの3枚のつまがり。トン2局の一本場。シャーチャでドラがチーピン。この局は7巡目にオーナーからリーチが入って赤ウピンをつまがり。メンピンツモ、赤金、ドラドラ金花、倍満の一本場の上がりです。トン3局、なんちゃでドラがパーピン。9000点持ちの3着目です。金のイーマンを抜いた後にさらに花を抜きます。急所の赤ウピンを積もって、手配でイーペイコーが完成です。自順にドラが重なって、イーシャンテンになりました。ペンちゃんと両目の受け入れがあって、ローソーを積もると、金を使い切ることができます。ソーズが重なって、受け入れ優先で、ウーソーを切ります。メンツテとチートイツのイーシャンテン。
パーソが重なって転敗しました。リーチをかけます。イースは場に2枚切れで筋引っ掛けになっているリャンゾー短期でリーチをしました。展望のない3着目でリーチ後オールマイティになるハナハイがあります。打点はメンタンチートイツ、赤赤ドラドラ、花金。10本折れています。出上がりは倍満。ツモは3倍満からの転敗。しかしこの曲は仕掛けている店長に押し返され引き負けてしまいます。厄配金金金花花。羽満の3枚折りの上がりです。難入して折れ番となります。ドラはトン。4000点持ちの3着目。手配は一面通できていて、カンチャンの毛が3箇所あるリアンシャンテン。ウーピンを積もって、リャンカンになりました。ソーズがリャンメンターツになりました。自敗を切って進めていきます。ピンズがリャンメンターツになりました。手配はリアンシャンテン。しかし、ダマにしていた店長が4巡目に積もがり、ツモドラさんで、30005戦です。2戦目は、堀内が飛んで、箱下1000点の3着。店長が、8万3000点のトップで終了です。6時間打ち終わりましたので最後成績発表します。最初オーナーと店長と対戦させてもらって2着3着でした。店長の連勝で完敗でした。その後フリー打ちまして本日の成績が487です。 E マン9万が抜け殻の展開の早い3人麻雀でサクサク打つことができます。ゲーム代は1回600円のトップ賞はなしです。亀戸にお立ち寄りの際には堀内の YouTube を見たと伝えて遊んでみてください。それではここで動画締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。